もともと大学が東京なんですけど、あの彼女の方がうちの科に編入してきたんですね。大学3年生の時に出会いました。すごく面白いものを作ってる人がいるなと思って、興味を持って、まあ、一緒にこう過ごしてたっていう感じですかね。焼き物始めて、そう、そろそろ20年ぐらいやってます。焼き物をとらわれずに、あの人形を作ったり器を作ったり、いろんなことしてます。もともとは彫刻とかオブジェとかを作っていて、福岡に結婚してきてから焼き物もやるようになって、主にオブジェとか花入れとかを作ってます。17年前ぐらいだっけ、ここに越してきたのが。もともと住んでたところもすごくいいところで、僕が生まれ育ったところだったんですよね。まあ、うちはあの薪窯で煙がたくさん出るので、別にあの文句を言われたわけでも何でもないんだけど、なんか先になんかちょっと気が引けて、あの自由にあの山の中で薪が焚けるところを探してここに移り住んできて、でここにはあのそちら側に自分があの一から全部作った窯があるし、まあ、すごくいい環境かなと思いますけど。子育てもうまくここだとね、はい、自然がたくさんあるので、うん、彼女の方がもう自分の作品を作り始めて、あのまだ子育てで忙しくて自分の作業をしてない頃は僕の作業を手伝ってもらうことは多かったけど、今はもうあんまりないね。だいぶ減ってはきた。何かこだわってるっていうのはないんですけども、もともと植物 の、 あの実だったり種だったりつぼみだったり、そういうのとか、あと昆虫とかの巣であったり、人が作るような建物とか、なんかそういうリズムみたいのに執着して今の感じに行き着いてると思います。彼女の作り方の場合は、まあ、僕から見てるとなんかこう、あそういう、 こうフィーリングみたいなもので物を作るんだみたいな、例えば花入れとかの口をピッ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 ってこうちぎって作るんですけど、すごく面白い形なんですね。でそういうのってどこから思いつくんだろうとか、それがしたいからやってるみたいな、なんかすごい感じに見えますけどね。これは、まあ、壁にかけられるような感じにしてるんですけど、まあ、置いてもいいですし、まあ、イメージはいろんなところから来てるんですけど、砂漠のバラっていう植物があるみたい、それに似てるってよく言われますね。まあ、作りはこういう感じなんですけど、焼きはいろんな焼き方でやってます。でこの分は穴窯っていう5日間炊く方の窯の転がしっていう一番火前の激しいところで撮った焼き締めの作品です。だからなんかそういうリズムで自分が作ってるうちに、いつの間にか他のいろんな鉱物みたいなもんと形が似たりしてるんだと思います。彼女から僕にもこれどう思うって聞かれるし、僕もなんかちょっと迷ってるものとかあると、これどう思うとかって聞いて、続けてみたらいいんじゃないっていう感じのなんかことをお互い言い合ってるようなところがあるかもしれないですね。あんまり道具にはこだわってないんですけど、結局最近一番よく使うのがこの2つで、これは普通の竹串ですね。竹串とこういうちょっとヤスリなんですけど、尖ったもので。多分こだわってる人はこだわってるけど、僕たちのこだわりはそこにはないというか、その辺の石でもいいし何でもいいんですよね。焼き物始めて作る時間が結構少ないってことにびっくりして、作ること以外の、まあ、窯の準備だったり薪割りだったり、まあ、上がってからのこう底直しだったり、あのお客様との対応とか、そういうことの方がかなりすごいウェイトがあるってことに気がついて、でもともと作るのが好きだったので、作る時間が取れないことが苦しいっていう時期はありました。作
最近はあまり出かけられないですね。ただよく犬を預かったりとか、なんかこう、うちがずっと家にいるもんだから犬預かってみたいな人が来て、それでその犬を散歩させるのに歩いたりはしますけど、子供たちもいるので、まあ、朝早く起きて、まあ、2人でご飯作って、とりあえず慌ただしく子供たちを送り出したら、僕はもうすぐに仕事に入るんですね。で、彼女は多分家の洗濯だとか片付けだとかをしてから後から合流して、まあ、一緒にずっと作ってる感じ。だいたい2人でそこを並べて作ってるので、まあ、なんかごちゃごちゃ喋りながら、子供のこととか仕事のこととか喋りながらやってますね。どこかで2人で作ってる感覚があるので、この中に僕も含まれてるし、僕の中に彼女の、意識も含まれてるから、それはまあいつもやってることが、まあ、2人で一つのものをやっているのかもしれないですけどね。基本的にはもう作業さえできればいい2人なんで、なるべく仕事ばっかしてるね。